せーの、どうもメンフェズのリタです。北村です。よらー、いい天気ですね、今日は。暑い天気。いいですね。半袖の上に僕ジャケットですからね。そんぐらいいいぐらい気持ちいいっすね。気持ちいいね。こんな気持ちいい時はさ、ちょっと、パーツやりたいよな。うわー。なんか、気分が良くて最近。うわー。リタなんか最近テンション高いっすもんね。高いねー。なんか勝手に上がってきちゃってて、ついにこの日が来たかっていう感じ。まあそうだよね。じゃあちょっと行っていいっすか。行っちゃってくださいよ。今日の曲発表します。ゲームでめちゃめちゃ勝ったから、そこを言うするぜ。普通にちょっと勝ったとかじゃないからね。そうね、俺らからしたらもう鬼ほど大金。とんでもないよ。生配信で有馬記念僕たちかけさせていただいて、ほんと軽い気持ちやったんですね。そうね、せっかくだったらっていう生配信ぐらいでやろうみたいな。そしたらなんと44万円ほど勝たせていただきました。僕は一番びっくりしてます。とんでもねえな。口座に入ってやっと実感しました。まあそうだよ。入るまではふわふわしてたんですけど。これさ、見た死ぬ時に思い出すんじゃないの。そうまとうね。まあそんくらい脳汁出ました。いや、いいな。いいね。それだけじゃないですからね。全突破でも3万増やしてますからね。そうですね。そっか。その後の全突破でマイナス5万からなんとかまくり、プラス3万で47万勝ちまで上がりまして。うわ、それだけでもいいのに。そうね。それだけでも確かに結構なテンションで喜べよ。そうね。マイナスから始まってるからな。なんでちょっとせっかくだから、はい、いろいろ僕もなんかね、使いすぎてもなとか思ったんですけど、いやもう YouTuber である以上しっかりこう夢見してかねえとと。そうだよ。みんなも見たいからね、多分。そうだよ。パッとやるときはやんないとって思ってるんで、僕も暴れるように努力はしますけど、まあみんなも欲しいもんあったらバンバン買ってほしいなって。もうこれ給料日後の散財枠ってこと。あ、もう本当にそうですね。気持ちよく景気よく2024年飛ばしていきましょうよ。行きましょう。という企画を本日やっていきたいと思います。はい。というわけで早速やっていきましょう。タイム、マジで有馬記念もう一日お願いします。マイヤさん来ました。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。バイヤーさんいつもいいものマジで揃えてるんで、いつも間違えますね、ここでね。いや、ここで大間違いをするんで、今日もカズさんしましょう。はい、しましょう。ちょっと怪しい間でしたけれども、ちょっと中入ってきます。行きましょう。よし。え、カズシの、カズシめっちゃ多い。カズシの見つけやすいよな。ひどすぎるな。これシャッター切れるかどうかで、そうそう、変えるかどうかって。今日基本的に降ります。あ、縦行った。これ最終段階です。ちょっと待ってね。技師さんまで行ってるの。これ来ました。来ました。ミスりすぎ、ミスりすぎ。待ってください、北村さん。北村さんのありました。マジで。これクソ可愛くないですか。ああ、いいね。チャンピオン。しかも後ろ切り返しが、こっち切り返しじゃないですか。後ろこう、こういう切り返しなんですよ。ああ、これ買いで。いや、これめっちゃ可愛くないか。2000円？とんでもない。嘘でしょ。食害じゃん。ヤシの木だこれ。何？北村さん無理ですよ。無理です。無理です無理。説明してください。あの、安すぎて興奮してヤシの木って言っちゃいました。え、すごい。全品2000円。じゃあここラック全品2000円じゃない？コックンこれ。コックン。あ、今日まあカメラマンいるけど。え、コックンって呼んでるの？あ、コックン。いい。楓。今日は北村の後輩の鈴木にカメラマンやってもらってます。よいしょ。職場体験ね。どう今のところ。大変？俺のカメラマン。え、楽しいです。でも合ってんのかわかんないんで。あ、大丈夫。合ってる。大丈夫。なるほどね。いや、もっと変えよ。ちょっとね、色のついたパンツ欲しいっすね。色ついたパンツ。だいたい色ついてるけどね。確かに。白以外じゃん。白以外。色ついてない。おい、色、まあ、色ついてないやなんで。今言ったばっかや。こちらバイアスさん上にもあるんで。はい。で、上が結構この強化されたものが多いんで。行きましょう。じゃあ一回前行きますか。あ、いいよ。上やばいですか。上参ります。え？めっちゃなんかすげえおしゃれになった。雰囲気変わった。やばい。え、ちょっとすごい。雰囲気変わった。何様やねん、お前。すげえ。チキチキチキ。え、これめっちゃ多いよ。ジョンっすよ。オリジン。スタジャンっぽい感じやな。
で、リタ今日値段見ないらしいです。やばい可能性あるぞ。これもあるし。あ、やばいやばい、友達それ可愛いな。え、こっくんこれ俺似合うと思うね。かいで。ありがとうございます。早いな。絶対かいでしか言わないって。全部かいでヤシの木なんで。おいよ、あ、いじられてる。いじられてる。直属の後輩にいじられてる。ヤシの木なんで、ヤシの木なんで。あ、さっきのやつ。おい、やめろよ。めっちゃ嬉しそうやな。どこつさがいつ。おトイレ。これヤシの木っす。思いっきりやってもらう。あ、値段、ヤシの木出ました。ありがとうございます。あ、岩さん査定タイム入りました。自分じゃ決めらんないからね、岩ね。俺今日全部決めてもらう。でも分かんない、これは試行の状態でちょっとサイズが危ないんで。あ、サイズ危ないっす。あれ、こんな短い。ごめん、短っ。短っ。赤いそれ買いで可愛いね。男子結構こういう、俺さっき話したんよね、ちょっとポップめのやつ似合うなっていう話しましたよね。はい、男子さん、はい、これ GO です。言ってる言ってる言ってる。王者やから。これ竹くん可愛くないっすか。うん、もう買いで。もうやってるしかもったいない。もったいない、もったいない。え、次考えて。何言ってんのよ。待って、いいじゃないですか。でもレジに持ってっちゃった。え、どうすか、スーさん買いで。よし、ちょっとバーッとぞ、なんか。さっきも何の迷いだった、今。何の迷いだった。いやいや、一回間を置こうかな。ああ、なるほどね。結構あれね。あ、かわいいっす。あ、かわいいっすね。あったかいよ、これ、多分。これなんか、合わせてきてるね、バイアスさん。だから、リタが44万買ったじゃん。うん。だそこから、緑のものめっちゃ出てくるって。仕入れたらしい。やってんな、バイアスさん。もう結構いいよな。この辺の感じとかもな。難しいな、カメラ。カメラ難しい。見っけちゃった可能性ある。あ、嘘。あ、まあ、確かに岩っぽいね。ハーフジップね。ハーフジップマラソン。ハーフジップマラソン。ハーフジップマラソン。出ちゃった。ハーフジップマラソン。どういうこと？しかも黄色。これ見つけちゃった可能性あります。リタの許可も入った。買います。めっちゃいいじゃん。すごい。いいな。さっきのさ、あのトレーナーだろうな。関節脱臼した時の制服みたいなっていう。お前誰が重生師やねん。重生師の笑いで。重生師漫才すんの。重生師。重生師。重生師でもないけど。俺この色着たら挑戦なんかな。あ、全然大丈夫でしょ。なんか良さ。リタボロボロ好きなんや。それボロが嫌われることいいんすよ。え、これめっちゃ可愛いな。結構このバイアンさんボロボロ結構いいんです。あ、そう。あのボロボロうまいんよね。そう。北村買ったよね。僕もボロボロ買った。めっちゃ着てるよね。こりゃエロいぞ。こりゃエロいな。これ可愛くないですか。うわ、エロ。この位置だったらタトゥー見えないか。ああ、俺やばいね。あ、こっち、ちょっとやばい。なんか黄色いよ。日本亭のさ、タトゥー入ってんのよ。なんでやねん。唐揚げ。日本亭の人でもいないのに。あの等身大。等身。なるほどね、日本亭の。このサイズで出てきます、ね。安い。俺結構正直、まあいっちゃうかなと思ったね。切ってます。ヤシの木。ヤシの木です。じゃやめない、ヤシの木。絶対おかしいって。間違えた。イエーイ。なんかみんな服はさっきと違うみたいですけど。ああ、なんか変わってんの。まあ今よりかっこよくなるんだったらかっこよくなっとこうかなみたいな。それはそうですよ。いや結構みんなやったんじゃない。いや、よかったっすね。やりましたね。俺一人突っ走ろうと思ったら、うん、どん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 追いついてきてさ、うん、いや、やっちゃいました。だからもうバイアンさんがいいんだよ、めちゃくちゃに。いいんだよ、すぎ。ピンポイントに狙ってきてるね、俺らのことね。いや、だと思うよ。俺ら来るって分かったよね。うん、僕ちょっと気づいたら5万ぐらい使ってました。うわぁ。まあ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 、痛くもかゆくもねえぜ。まあ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 、僕チームは2万1000円ぐらい。ああ、すごい。まあ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 、給料日後だしねっていう、まあまあまあ、確かに1店舗目だしね、まだね。店舗目なんで。で、僕は岩に習って2万4000円間違いです。おぉ、僕は岩に見習って3万5000円です。おぉ、まあまあ、結構いってますね。全然習ってなかった。タシ、はい、俺の背中もっと追っかけてこい。よいしょ。おい、タシやめとけ、ついてったら大怪我する。やめます。大怪我する。ごめんなさい。まだ俺行きたいとこあんだけど。いや、もうみ、まあもう見守るのみです。ついてくけど、みんなで買いたいもん。いいものがあればね。いいもの、まあまあまあ、本当に欲しいものがあって、そう考えればっていう。ガチャ、うん、気持ちいいわ。ああ、気持ちいいね。まあ気持ちいいね。いや、5万は気持ちいいね。気持ちすぎる。まあ俺もカズシも意識してることがあって、うん、まだ万発でまくれる範囲内で出費したっていう。
あーそうっすね、万発、まあ、万発出したら4万ぐらいか、はい、全然5000投資以内に万発出せば、そうだね、マジでそれ考え、そう、いくら使ったんだっけ、僕は2万4000なんで、ということでちょっと早めにシートベルトしてもらって、そこまっすぐ行ったらサップ総価値あるんで、いますかウェイヨー、びっくりした、サンジがうんとか言うから運転の。フェイント、フェイント。フェイントです。もう行くしかないっすよね。まあ軽くだけどね、今日は。だから勝てよ。じゃあいいけど。追いつけよ。いや、任し。それならいいよ。今日なんか雰囲気あるんよね。あ、まあでもちょっとわかるな。うん、なんか勝ち気の雰囲気ある。しかも、ちょっと大きめの買い物した後って、100% 勝てんのよ。え ?100%? 説？これはマジ、説です。あ、これガチだよ。これマジでそうなんや。いや、本当に買い物渋った後に行っても負けるじゃん。で、先に買っとけばよかったっていう経験を経て、先に買い物をした後にパチンコ行った時、これ出るんですよ。喋りすぎだよ。もう行きたさがすごいよ。もう追いついてこいよ、じゃあ。もう行ってることは頼むよ。行かないとね。でしょ、まあ、ダブルコンプリートすれば追いつけんでしょ。そうだよ。じゃあ、岩と俺待ってよ。あ、僕とは待ちましょう。あーだお前これ待ってくれんだな、もちろん。俺も今日はちょっと、競馬あるから。一緒だけどね、一緒だよ、お前。じゃあ先に、じゃあ、資金源を食べますか。そうだね、パッチの方に行きたいと思います。はい、お願いします。一瞬だけ行こうじゃあ。一瞬だけ。一瞬だけ。おもろいから。一瞬で出るんで。巻きでお願いしたい。了解。一緒に買い物しような。しようね、絶対しよう。すぐでいいよ。ここに話しかけて。あれ？会社当たります？え？エース2個絡んでる。いや、怖いって。もう1個2個くらい絡んでくるから。いや、頼むよ、会社。早く。1500回目、頼むよ。ちょっと弱いよ、上がってないよ。おい、あたりです。違う、早くね、早めに終わらせてね。ほら、行ったろ。当たったんすか。これ当たりです。カズさん当たりです。決めよう。これまだ。わあ、熱い熱い。当たらない。大丈夫、1位になる。え、いや、わからん。これ復活。復活です。見てて。うるさくなります。え、赤。赤ちゃん、そばや。あ。ラッシュです。あれ、カズさん。ご連中です。カズさん、そろそろ次行きたいですよね。僕行きたいとこあって、俺終わったらすぐ行くんで、うん、まあちょっと待っててくださいよ。すいません。大丈夫、ちゃんと追いついてます僕に。はい、あと1回で。あ、お疲れさん。お疲れ様でした。
さ、帰ろっか。帰んな、帰んな、帰んな、帰んな。俺行きたいとこあるって。レイクタウン行きたいって。あ、レイクタウンか。そのために、俺についてくるために行ったんでしょ。若干距離遠くなったね。なんで？詰めるんでしょ。え、カーシはどうだった？ちょっと詰めれた？いや、僕も詰めれてないんですよ、実は。いや、でも当たってんだ、みたいな。当たってたんですけども、さっきの買い物分を取り戻したぐらい。うわ、いいじゃん。え、これ、今いくら買っちゃったの？今、3万1000円勝ちです。おぉ、うわ、全然いいやん。もう人生変わるやん、これ。4000円負けです。どういうこと、どういうこと？あの、服入れたら、うん、うん。あ、それは負けじゃないよ。物が入ってる。そう。まあ、全然、4000円で買えただけ。やっぱり、その、目指すは。まあ、そうだよね。47万。そういう不甲斐ない気が。いや、でもすごいよ。ナイス。まあ、ありがとうございます。うん、だって、やってた方が良かったってことだもんね。そうですね。僕も一応7500円勝ち。おぉ、毎回勝つなぁ。いや、もう手がかったっすね。で、岩と北村は？俺が2万5500円負けの、まあ、だから44万勝ちまであと46万5千円。難しいね、パチンコイワは？俺3万1000負け。え？ん？あ、サーティワン？ん？3万1000負け？うん、俺3万1000負け。離れてるって。ダッセーな3万1000負け。わかんねえって。確かに。1000ぐらいしかん。お前マジでだね。イワは何してんの、本当に。なんかねー。なんか難しかった今日は、うん、北村より負けんのやめてくんない本当にやめてほしい、うん、北村がそういうさ負け顔みたいなやってくれてるのにさ、うん、メイフェイスいつも、うん、この下をさ、うん、担ってくれてるのにその下行くのやめない、うんうん、そうよ北村もなんかリアクション困るからそれ、うん、困っちゃう困っちゃう今日は2万5500円がちょうどいいいやマジでそうだからさそうね3万1000円はちょっとドン引きいや行くよ俺はレイクタウン行きましょう行きましょう。まあ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 。全然この負けとか気にしないで、自分のできる範囲の散財していこうかなって思ってます。うん、素晴らしい。じゃあ、アクセル全開ですか全開はやめてください。普通に。あの、法定速度守っていってください。じゃあ行こうよ。ちょっと行きたいんよ。はい、行きましょう行きましょう。行きましょうか。よっしゃ。よっしゃ、散財するぞあ、チンパンジーさん。はい。カレーがチンパンジーさんやね。こら。まあ、一旦レイクタウン行ったら日本の見ときたいね。そうね。お世話になってるんで。でもちょっと、あの、メインではないんで、ちゃちゃっと見て、うん。って感じかな。ちゃちゃっと見て、ちゃちゃっと買うってことでしょ。そう。お湯水一式いきますか？あ、いいね。ちょっといらないっす。いらないもん買います。ああ、なるほど。この辺あたりも。ああ、いいっす、ね。全然いいけどね。はい、欲しいの。まあ、壁紙が今剥がれてるんで、リータの部屋。これ使って張り替えした方がいいですか？大丈夫です。え、なるほど。あ、今来た。あ、来た。遅れて登場。こんにちは。おお、やってる。なんか。シュビゴーで買ってるじゃん。シュビゴーじゃない。なんか多い。一個多いのよ。ちょっと違った。お安くなってましたけどね。これ安かったっすね。ナイス。3着買いました。ナイスね。わお。ちょっと大きいな。いいよ。買ってね。これ、かわいいかな。かわしい、エンジンあるよ。これやばくない？あ、かわいい。これやばいな。うん。これ俺じゃもうパッと買っちゃうぜな考える前に買うかバカ今いろいろ巡ったな顔が今いろいろ一瞬でいろいろ考えたなあいいじゃん買うかちょっと好みじゃねえよちょっと違かったその大きさのバッグこういう感じの俺黒の持ってないよおー宿題1個立つねなるほどねよしよし、はい、じゃあとりあえず買ってすぐ買いますまあまあまあ簡単な話でしょ値段見たことないんだけど見てみようチャリーン。リタが見せないよ。リタが来たのね。僕も。おい。やっぱね、勝ったからね。それより買えるよ、うん。ちゃんと現金で買いましたよ。はい。1万何分ぐらい。うん。俺も5000円超えてる。おお。もうよ。たださっきの勝ち分。そうだね。俺とリタはただよな。おお、来た。あれ？はい。急に爆発してるやん。ただどうでもよくて。ただどうでもよくて。結構いいの買った気すんだよ。いやー結構いいの買いました。1万いくらぐらい？1万3000。うわ。いや、マジでいい散財。まあね。いや、マジ負けてらんないっすよ。いや、なんか追いついてきてるな、だんだんみんなが。もう少しだ。ってことは買ってるな、あいつも。買ってますねあ、買ってきましたはい、いや、嬉しいけどね、みんななんかさ、ついてくるやるしかねえよな当たり前ただ、
追いつけないように戦闘してくれ。リータには。おめえら、俺についてこい。よいしょ。ガン。いや、ちょっといいですか、北川さん。あ、いいっすよ。ちょっと、ずっと欲しかったやつ、はい、ありまして。おお。それを期待して、期待したかいね。これ多分ね、涙の購入になると思います。いや、涙皆さん、期待大です。ちょっと、アップル製品が売ってるところなんで。おお、アップル製品は高いですから。いや、そう、高いものしか売ってないから。はい。富士リンゴか、ジョナゴールドか、オーリンです。オーリンさんでした。いや、リンゴ買うわけじゃないでしょ。もちろん。やっちまったんだ。あ、赤瀬さん、地元の激痛の人にやってるんで。ああ、それイオンにいる。確かに確かに。面白い。腰が痛くてね。よし、ちょっと行きますか。スカイさんも一緒に行こう。ちょっと、俺のさ、後押ししてほしい。オッケー。俺結構追いついてんじゃないかな。いや、すごい。ただし勢いがやばい。勢いやばいよね。まあただ、まああぶくゼリーがあるんで最高です。俺がカズシさん。いや、でも最近も散々よ。あとでカズシさんなんで間違いない。あ、これがニューコムか。邪魔します。さあ、アップルウォッチング TV。 アップルウォッチング TV ではないということで。おっと、 iPad Pro なのかな。 iPad Pro の購入を検討しているのではない。これは新型の iPhone。 iPhone15 Pro。 2代目の iPhone か。ではないということで。ここにはお目当てのものがないです。あらららら。ちょっと移動するか。じゃあちょっと移動してみますか。あの、しぶれだった。思わせぶりです。すみません。あ、あれ、あ、なんでこ、いや、飯食おうって約束してたじゃん。あ、いや、まあそうだけど。なんか買いに行くっていうのはね。アップルに買いに行くみたいな。次、野島電機行って。あ、行った行った。出して出したと思ったらもうここにいたんだよ。うん、まさかの全売り切れ。びっくり。なかったんで、ちょっと後日、はい、仕入れます。なるほど、はいはい、もう買うことは確定してる。あ、確定してる。さすがに買わないわけにいかないんで。そのこの動画には食い込んでるっていう。食い込んでます。感じですよね。一旦約束してたご飯、はい、食べましょう。よいしょ。一旦飯ですね。はい、はい、飯。カツ丼、カツ屋さんか。はい。いや、マジで、まあ、そう、カツ丼って意味を込めたな。いっぱい頼んだ、みんな。いや、もう頼みましたよ。よかった。うまそうね。ここ僕を出すんで。うわ、熱っ。え、待って。何ですか。ラストオーダー入っちゃった。いいんですか。それもすげえ。2人前行けばよかったな。2人前行けばよかったな。確かに。本当に。マジ今日2人前食える日なのに。あ、マジで。全種類のフライ食いたかったわ。いや、なんかこの前はめちゃめちゃテンション高かったの。今日。ね、なんか、なんか違うった。今日いい気分や、いっぱい買って。うん。うん、嫌なことなんかあったか、間に。一応今日トータル7万ぐらい使ってて。で、なんかその時の3万が、なんか不本意というか。不本意ではなくね、自分で突っ込んだよ。自分が入れたんだからね。うん、まあ、今はこんなやめたわ、そんな感じなら。うっそ、ぴょーん。テンション高め。取り返してきた。うっそ、ぴょーん。勝つために、勝利のために、はい、見ておきます。いただきます。私も勝とうな。勝ちましょう。来年みんなで勝って散財しよう。うめえ。目標聞かせてもらっていい。じゃあそれぞれの勝ち。ああ、了解。来年どんぐらい勝ちたいか。じゃあカズさん、どんぐらい勝ちたいか。はい。プラス50。勝ちや。年間、年間通してプラス50。それ言ったら俺、来年マジで年間プラス100狙ってます。ガチで。あ、はい、それで言うと僕もですね、100択。僕もあの競馬頑張りたいなと思ってるんで。いや、頑張りどころ違うって。はい、競馬競艇頑張りたいなと思ってるんで、かまそうかなって。で、40万男のリータさん。僕ですか。もうまた競馬で50万ぐらい集まったわ、うん、来年の目標。いや、みんなもね、あれ準備しといた方がいいよ、常に。俺もマジで振りそう、こんな勝つと思ってないから。急に来るから。本当だよ。そう、2万勝ちとかすればいいかなぐらいの感じだった。構えてない時こそ来るから。あ、ごめんなさい。すいません。すごい。ありがとうございます。いいっすね。最高だ。とんでもなく弱いもの。これ相当勝てるで。やっぱ来年も勝つことばっかりじゃないからね。おいよ。ドキドキ負けたりもするから。俺もいろんなことを負けた上の勝ちなんだよ。
そこでいかにメンタルを保てるかっていうところですね。まあ負けないメンタルね。今回俺さ、この有馬記念でこんだけ買ってさ、うん、服買ったりとか、あと、まあ、まだ買えてないけど欲しいものが、なんだよ、もし買ってたら何に使ってたのか聞きたいわ。なるほどね。だって可能性あったわけやん、全然全員に。まあそうっすね。実機2台買います、10万ぐらいので20万使うでしょ。なるほどね、残り20万ちょい。そうで、その10万服に使って、お残りの10万を部屋に使います。彼女に買ったら1年なくなったら。そうで、残りの10万を軍資金にします。で、50万全部使い切ります。俺の部屋整えるかもしれない。うん、だから普通にあれ買うわ、多分全自動ちゃんとく。マジで、わ、いくら分かんない。めっちゃいいね。めっちゃよくない？俺もそれかも。それだ。それでも余るもんな。まあ、うん、まあ、大体軍資金に飛ぶでしょ。軍資金に移して。そうだね。軍資金と、あと養育費と。養育費？何なのその匂わせ。最近の。なんか養ってるやつがみたいな。裁判長引いちゃってる。保守権争いで。離婚してるやん。だとしたらギャンブルすんなよ、お前。いわば今日収集3回分ぐらい。2回分か。まあ、とりあえず30万ぐらいを競馬に。2倍のやつにかけて、倍にして、はぁ、あ、これってえ、珍しい。なんかな、めっちみちなんだけど、めちみちにしてください。あの技術的にめっちゃこいつら食うんだろうなみたいな。いや、間違いない。ね、すごいペースでこうやって来る羽目になるから、うん、ってことだと思ったんだろうね。これ勝てるわ、これ全部食ったら勝てるよ、マジで今年いける、マジ気合入れてな、カジ。そういうことか。でも、カジがこのご飯の途中でさ、ここいっぱいって初めてレベルで聞いたんだけど、誰かがあげて、とかね、俺とかがあげて、お腹いっぱい聞いたことあるけど、何してんの？どうしたの？絶対もう病気でしょ、多分。体調悪い。疑うよな。うん、あれ？いや、もう箸置いてないな。もうお腹いっぱい。いや、本当にめっちゃ多い。まあ、食って、まあ、俺が本当に欲しかったやつは後日、ちょっとまた買いに行きましょう。そうですね。うん。その時にもう一回散財しような、みんなで。もう終わりです。もうついてないでしょ。いやでも思いのほかみんな暴れてくれたから俺嬉しかったわ。いやそれは次いきますよ。暴れてだから今日買ったものは限界しちゃうから。うん、紹介しようか。紹介しようか。そうね、いいもの買えたからね。みんないいもの買えたんで、あと残りの僕のやつをちょっとお楽しみにお待ちください。あ、みんなはすぐかポン。みんな、あ、ファメラ向いてる。ファメラって何？ファメラスやん。ファメラスやん。あれ？ファメラスだ。いや、どうしたの？なんか、存在の時より元気なくね。腰痛くて。腰か、そっちか。腰とお金どっちで泣いてんの？今は腰だよ、絶対この顔。今腰、腰か。相当やばいらしい。で、朝靴下履こうとしたら、ちっちゃいですね。引きようか。なんか青いんだけど、まあみんな気にしないでください。みんな、はい、お待たせ。来た来たか。まさかトゥインや、トゥイン。ついに来ました、最後の散財。これよ、俺が欲しかったの。うわー、それアップルの箱やん。もうどこ行ってもなくて、マジであの後もいろいろ調べて回ったりしたんですけど、なくてうっすーと思って、もうネットで注文しました。おー。結局ね。ということで、こいつです。まぁ、あ、ちょっとお察しかな、みんなはどうなんでしょうね。そうね、察せないんじゃ。あー、そう、まぁ、あ、結構本当に欲しかったから、うん、結構言ってたやん、言ってたね。そうね、あれが欲しい。開けていきます。はい、はよ。これ本当に有馬勝ってなかったら勝ってないっす。いや、そうだよ。マジで。うわっ、増えちゃった。うわガーこちらです。うわエアポッツマックス。エアポッツマックスだから、ね、これもうやっちまったって感じだよね、うん、これやっちまってるね。多分これ持ってる人みんな年収100万、あ、月収100万とかや。割といるけどね。ヘッドホンは欲しくて、まあ、ソニーのとかと迷ってたりしたんだけど、アップル製品多いし、まあ、互換性とか、うん、まあ、アップル信者っていうのも鑑みてますが、そうね、まあ、こいつにしようと、はいはい、まあ、高いやつにしようっていうことで、音楽を聴きたいっていうところだよね。そう、まあ、編集とかにも使ってろっかなと思って。おー、すげー。確かに、まあ、そう、Mac だからさ、互換性がさっき言ったけど良いんで、いいかも。やっちゃいました。あー、やっちゃったね。なんぼなんぼ、やばいやばい、まあ、相当しますよ。マジやばい、マックス。俺震えた。発表します。こちら約8万5000円。わー、素晴らしい。じゃあ最大、やっちゃった。最大です。ラジさん、いつかベルトいただいても、今回は。いや、全然ありです。散財も、散財もベルト、散財も、さすがによ。
これ嬉しい。ちょっと開けてみていいっすか。どうぞ。欲しくて。これいいねー。さっきの8万5千円。マジだか。もうなそんな価値あるって思ってます正直。いやマジです。マジ実際使ってみないとな。うわーブラジャー出てきた。違う。形似てるけど。言われてたんです最初に。わあブラジャーや。本当にブラジャーない。マジでブラジャーや。僕今回スペースブラックにしました。確かあのシルバーと迷ったんですけど。なるほど。かっこよ。いやいいねー。すげー。すげーよなビジュアルこれ。じゃあ俺買ってくれよぜひ。ああ今年買いますよ。よしよしよし。そうね。今年4個買います僕。いらないでしょ。なんで？あメンバー分みたいな。ちょっとこれさつけるたびテンション上がるもんな。いやいいな。嬉しいですね。いいの。受けんな。今回刻印はなしでいかせていただきました。ああ。いつもやったらつけてんのにね。え？俺つけない話せよ。バッチグーってつけてる。バッチグーなんだ。バッチグー。出たよ。すごいね。なんなんだよバッチグー。ちゃんと継続してバッチグー。この動画だっけ？この動画か。この動画サブのこのサブか。あサブか。じゃあ、だから後々わかります。後々だな。ありがとうございます。よいしょー！ナイスの3台！やっちまった感もあるけど気持ちいいわ。イエーイ！もう、パーッとやっちゃってくださいよ、キング。キング。お前、俺のライバルなんだよ。頑張りますよ、頑張りますよ。いずれ多分家とかの争いになってる。それはかっけえな、車とか。車とか。平均13万ぐらい使ってるね。そうっすね。13万。すんげえ。この動画だけで。約14万ぐらい使いました。すげえ。散財ナンバーワンになりました、一旦。一旦ね。一旦。まあ一斉に譲ります。13万。了解です、了解です。13万で、まあ抜けない数字じゃねえな。抜けない数字は20万でポンと払えばいいからな。頼むよ、いや。任して、マジで。マジ、馬だから。世の中おい競馬で置いてこうっすんな。あ、そういうこと。掛け金、あ、勝ち金で。そうなの。13万くらい給料削ってバンって行くやな。うん、まあまあ確かに。ビビってんの。ビビってる。行く行くっていうの。バラすよ、言い渡し。行くし買うの。行くしみたいな感じ。行くし、行くし、シズニーシーみたいな。あーで、あとは肉肉 C とか AB C とかそうそうアンダーザ C とかリメンバー Me はい、というわけでこの動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、Twitter とインスタのフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。2024年いいスタート切りました。